通り口で、当然今回国際プロジェクトも関係しますので、国内以外の関係している研究所の特に改めて言葉をお借りして御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。研究者じゃなくても、一般からも誰でも持つべき、とても重要だと思うんですけれども、強いて言ったら研究者はそれを夢を追いつけることが職業になりわいになるんですし、もしかしたらそれを実現した人で研究者として言うということ、責任という観点からすると、もう少し先生がいたらこの方法のことをいただくのかと思いながら、Thank you.